五線駅は、新潟県五線市駅前一丁目にある、東日本旅客鉄道万越再線の駅である。普通列車のほか、快速列車、阿賀野と SL 万越物語が停車する。また、万越再線の新潟支社管内を管轄する、阿賀野ラ来に営業所が駅舎内に置かれている。1999年に廃止された、神原鉄道への乗り換え駅でもあった。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。両ホームは、古線橋によって連絡している。ニーツ駅が管理し、JR 新潟ビジネスが住宅する、業務委託駅。改札口には、自動改札機が三通路設置されており、全通路でスイカ及び相互利用を実施している。IC カードが利用できる。改札口左手には、 緑の窓口、改札口右手には、待合室が設けられている。飲料等の自動販売機は、待合室内と、駅舎正面右手に、トイレは改札内には、洋式が、改札外の駅舎正面右手には、和式がそれぞれ設置されている。なお、新潟近郊区間及び水下新潟エリアの、万越再線内の区間は、当駅から、新津駅までで、当駅伊東の馬下、津川方面は、 エリア外である。また、北方駅伊藤は仙台近郊区間に指定されており、区間内の主要駅は水カ仙台エリアとなっているが、新潟エリアと仙台エリア相互間の乗車には IC カードは利用できない。駅南側には駅舎、改札口等は設けられていないが、駅舎正面右手には駅南北を連絡する古線橋、五線中央連絡橋が架橋されている。 詳細は、神原鉄道線を参照神原鉄道の5線駅は、JR の改札を出て、左手、ホーム湖線橋と中央連絡橋に挟まれた位置に設けられていた。ホームは、島式の一面2線で、晩年は、外側の5番線のみが稼働していた。2位寄りにトイレが設置されており、2.3番線と、構内踏切で連絡していた。廃線後に、 駅施設は解体撤去され、引き続き、かんばら鉄道が所有していたものの長らく有給地となっていたが、ゴ線市は、ホーム跡地と廃線跡の一部にあたる約9740平方メートルの土地を2010年、約1億7700万円で取得した。ゴ線市は、市街地南側や村松地区方面への利便性向上を図るため、中央連絡橋を一部改修するほか、 住宅や福祉施設、指導の整備などを計画している。なお、現段階では駅舎には南口の設置計画はなく、駅舎南北区間は中央連絡橋を使用しての徒歩連絡となる。JR 東日本によると、2018年度の1日平均乗車人員は1085人で、ある利用客数1。近年の推移は以下の通りである。午前駅前駅周辺は、 五線の中心街、駅南側は住宅地となっている。西側を南北に走る新潟県道7号にいず、村松線沿いを中心に古くからの街並みが続く。北五線駅にかけてのエリアには商店や金融機関、公共施設などが多く立地する。2010年秋まで運行されていた川の鉄小型バスの五線駅前バス停は駅舎左手に設けられており、 スイッチバック方式で乗降を行っていた、新潟交通観光バスの五千駅前、停留所駅前には、新潟交通観光バスと、市が、機関バスと位置づけている、コミュニティバス、五千市、ふれあいバスの五千駅前バス停留所がある。ただし、この二つのバス停はそれぞれ異なる場所に位置している上、新潟交通のバス停は、駅から、若干離れた路地にある。また、 駅から徒歩約5分ほどの距離にある旧ジャスコ5000前に設置された本町一丁目バス停には、神原鉄道が運行する新潟駅、モズ口発着の高速路線バス5000、村松線が停車する。なお、村松駅前行は校舎のみ、新潟駅前行は乗車のみの扱いとなっている。東日本旅客鉄道万越西線快速。 阿賀野馬下駅五千駅、新津駅普通猿、和田駅五千駅、北五千駅、神原鉄道神原鉄道線、今泉駅五千駅五千駅、港内南側に、神原鉄道線五千駅が見える。ありがとうございます。